ということで、こちらがジャンプショップで今月買ってきた購入品になります。一個ずつ紹介していきたいと思います。まずは7月の呪術廻戦フェアの時に塚本のステッカー買えなかったんですけど、今回あったのでこちらも購入してきました。今回こちらのメカ丸とパンダも一緒に再入荷してたので、買いそびれた方はぜひ。440円でした。携帯とかパソコンのところに貼ろうかなって思ってます。続いてなんですけど、バースデージオラマ購入してきて、まず9月の東堂のジオラマ買ってなかったのでこちらも購入してきました。ここが突発血がでかい女がタイプです。東堂のや、あとトゲくんもあったのでトゲくんも購入してきました。これはぶっ飛べですね。でちなみにこちらのバースデージオラマが両方とも1650円になります。トゲくんはもう何やってるんだろうって感じなので、とりあえず早く出てきてほしい。であとはこのバースデーの缶バッジのトゲくん、この今治タオルも塚本と玉剣のタオルが再入荷してたので、タオル大好きなのでまた追加購入しました。こちらが両方とも880円になります。タオルはね何個あっても使えるから。とこれ開けていこうかな。アドバンテージモーションもジャンプショップで売ってて、これは五条先生と野原ちゃんをとりあえず買いました。あ、かわいい、これはめっちゃかわいい。あ、ちゃんと台座がついてて、これ立てるようになってるんですね。めっちゃかわいいじゃん、野原ちゃん。これ全部集めるか悩んだけど、全部集めてもいいかも。ガムが出てきた。かわいい。アドバンテージモーションはね、他の漫画でも出てるんですけど、作りがいいので、これはもう本当に期待しかしてなかったです。このスカートもちゃんとこう平ってなってて、髪の感じとかもいいので、アドバンテージモーションはね、これはねおすすめです。でも釘持ってない、金槌は持ってるけど。7種類ですね。ナナミンいるのかと思ったらナナミンいないのか。続いてこれずっと欲しかったシリーズ、呪術廻戦トランプをついに手に入れました。こちらも再入荷してたので、ちょっとチラッとだけ見ていこうかな。なんと推しの本当に一番好きな、あ、ひたしパッパグロ様、めっちゃかっこいいじゃん。あ、これもいいっていう感じで、なんかこういろいろと後でじっくり見たいと思う。あ、かっこいいじゃん。これの極目鏡も買いましたからね、届くの楽しみです。かわいいんだけど、あ、超層もいる。あ、ウケるっていう感じで、このトランプ後でちょっとじっくり見ていきたいと思います。ピッターデフォーメのこの呪術廻戦フェアのオリジナルイラストのやつかな、こんなの出てたの知らなかったんですけど、これジャンプショップ限定みたいなのでこちらもちょっと購入してきました。結構いろいろ再入荷してたんですけど、なんか持ってて缶バッジが欲しいんですけど、缶バッジがなかなか再入荷しないから、ちょっと缶バッジ再入荷してほしいな。っていう感じで、これも狙いは野原ちゃんと五条先生です。ってことで1個目、せーの、じゃん。あ、ゆうじくん、最近ゆうじくんめっちゃ来るじゃん。1個目はゆうじくんでした。2個目いきます。せーの、じゃん。あ、やった、野原ちゃん。え、やばいんだけど、本当に野原ちゃん来ないんですよ。だけど来た、めっちゃ可愛い。これ本当に可愛いんだけど、
これはやばい、嬉しい。柄が二面印刷で立体的。あ、本当だ、立体的に見える。あ、このゆうじくんも確かに立体的に見えるかも。やったー。はい、っていう感じで今月買ったジャンプショップの購入品紹介してきました。最近なんかジャンプショップ全然新作ないんですけど、映画始まるとまた新作増えるかなって思うので、またジャンプショップで買い物したらこちらで紹介していきたいと思います。なのでぜひチャンネル登録高評価お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。